本当のこと言うと僕ランソン選手の情報はあんま知らなかったんで、やりますよって僕は結構相手選ばないで大丈夫ですよじゃあやりますよって言った後に結構後々情報が出てきたおいおいおいなんか俺バケモンみたいな選手じゃねえかみたいなところはあったんですけどもう一ラウンド目終わってゴング鳴った瞬間に、まあ、自分もちょっともう苦笑いというかうわこれ強えやこいつみたいな形で行った時に、まあ、2回目これ倒されたらないなっていうのがあったんですよ。っていうことは自分のオフェンス力よりも少しそのディフェンシブの方にこう持ってって、まあ、要するにとりあえずタックル切ってしのいで相手を疲弊させることをちょっと優先順位に置こうっていうことで、まあ、今言われた通りもう2回目倒されたら多分抑えつけられたらもう削るどころかこっちが削られるので、うん、そこは結構意識しましたね。切り替えましたねあの時は、はい、ありましたね、はい、あってもう顔がすぐその表情が変わったんで相手のやっぱ1ラウンド目 の, このやってやるぞっていうよりも、まあ、本人戸惑いの表情でしたよね、うん、で結局その攻撃の手数は多分彼の方が多かったと思うんですけどプレッシャーが何で自分がかけられてるのかっていう戸惑いはあったと思うんですよ、うん、それも自分よりもなりが小さくてまあ、パワー的には多分自分の方が劣ってるはずな人間にやっぱどん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 プレッシャーかけられてケージ際に追い込まれてるっていうのは、まあ、表情の戸惑いってありましたね。やっぱそれはきっかけとしてはやっぱりその腹を利かしてったっていうことだとは思います、はい、いや素晴らしかったっていう本当にいい試合で良かったっていうことあと、まあ、今回大会についてやっぱり最後こう観客がこう一つになったっていうことがやっぱりすごい良かったっていう、うん、まあ、自分はあんまりちょっと覚えてないんですけど、まあ、その鈴木っていうそのコールがこう上がったんで、まあ、大会的には良かったんじゃないかなとは、まあ言われましたね、まあ、それはちょっと良かったですっていう。